ポール・アンリ・シャルル・スパークは、ベルギーの社会主義の政治家。国際連合総会の初代議長、欧州連合の父。ポール・アンリ・スパークは、スカール・ベークにおいて、劇作家、詩人のポール・スパークと、上院議員のマリ・ジャンソンの間に生まれた。母方の祖父は、ポール・ジャンソン、おじは、ベルギーの首相、外務大臣だった、ポール・エミール・ジャンソンであるが、この二人は共に、 リベラル系の政治家であり、また、マリ自身は、ベルギー初の女性上院議員であった。第一次世界大戦期にスパークは、自分の年齢を偽って陸軍に入隊し、後に2年間を、ドイツの戦争捕虜として過ごすことになる。スパークは、ブリュッセル自由大学で法学を専攻する。学位を得た後、弁護士として活動し、共産主義者やウンベルト2世の暗殺を図った。 フェルナンドでロサなどを担当した。1920年、スパークは社会主義系のベルギー労働党に入党する。1932年には大議員議員となる。1935年、ポール・バン・ゼーラント政権で運輸省として入閣する。1936年2月には外省としてゼーラント、その後場であるエミール・ジャンソン政権に加わった。 1938年5月から1939年2月にかけて一期目の首相を務める。1939年9月から1949年8月までの間に、ユベール・ピエルロ、アヒレ・ファン・アッケル、カミーユ・ユイスマンの3人の首相のもとで外相を務めた。また1946年3月13日から同月31日まで。 ベルギー史上最短となる政権を担当したほか、1947年3月から1949年8月までの間にも首相を務めた。さらに1954年4月から1958年6月までのアヒレ・ファン・アッケル政権、1961年4月から1966年3月までの テオル・フェーブル・ピエール・アルメル両政権でも外相を務めた。第二次世界大戦までスパークはベルギーの独立方針を提唱していた。1940年5月からのドイツによる占領期間において外相であったスパークはフランスに逃れており、直後の夏には帰国を目指していたがドイツによって阻まれた。このためスパークはイギリスに滞在することを余儀なくされた。 1945年になると、スパークは国際的な評価が高まり、この年には国際連合総会の初代議長に選出される。パリでの国際連合総会第3回会議で、スパークはソビエト連邦代表団に対して、メッシュ、ヌエイブンスプールデブーという有名な言葉で呼びかけた。1944年以降、スパークは地域協力や、 集団安全保障といったものに傾倒していく。ロンドンに逃れていた機関、スパークはベルギー、オランダ、ルクセンブルクのベネルクスで関税同盟を創設しようと働きかけた。1949年8月、スパークは暫定議長のエドゥアール・エリオに代わって欧州評議会の議員会議所代議長に選出される。1五十二年から1 9 5三年に、 かけては、欧州石炭鉄鋼共同体共同総会の議長を務めた。1955年、ヨーロッパ各国の首脳らによるメッシーナ会議において、スパークは単一欧州市場の設立について検討する委員会の委員長に指名された。通称、スパーク報告書は1956年のバルトシェス上での政府間協議における土台となり、 1957年3月25日の2つのローマ条約の署名に至った。これにはスパークの長年の友人ロベルトロスチャイルドが貢献した。この時スパークはベルギーを代表してジャンシャルルスノワ・エドピュールと共に両条約に署名した。欧州経済共同大設立に至ったこれらの功績によりスパークは欧州連合の父に数えられており、 1957年にはアーヘン氏からヨーロッパの理念と平和に貢献した人物に授与されるカール大帝章が送られている。1962年にはスパークは明日のヨーロッパはスープラナショナルなヨーロッパでなければならないと宣言した。2000年に公開されたアメリカの機密文書によるとスパークはアメリカ情報部の資金でヨーロッパ統合のプロセスを進めてきた経緯がある。 1956年、スパークはヘイスティングスイズメイの公認として、北大西洋条約機構の事務総長に選出された。1957年から1961年にかけて事務総長を務め、その後、ディルク・スティッケルと交代した。またスパークは1966年に機構本部の新しい所在地として、 ブルッセルが選ばれる際に決定的な役割を果たした。同年スパークはフランスをヨーロッパの枠組みに戻るよう働きかけることで空席危機を解決する重要な役割も果たした。スパークは1966年に政治の世界から退く。その後スパークはベルギー王立フランス語文学アカデミーの会員となる。1969年。 スパークは2巻にわたる回想録、コミューバッツイナキブスを出版する。1972年7月31日、スパークはブリュッセル近郊のブレーヌ・ラ・リュートで73歳において、永民する。スパークの亡骸は、ブレーヌ・ラ・リュートのホリス墓地に埋葬された。スパークには、マルグリッテ・マレベズとの間にフランス5県、民主戦線を率いた娘アントワネット・スパーク。 外交官の息子フェルナン・スパークの二人の子供がいる。1964年8月にマルグリッテと死別した後、1965年4月にシモール・ゲアールと再婚する。名義には女優のカトリーヌ・スパークがいる。1940年代、ニューヨーク滞在時にアメリカのファッションデザイナーであったポーリン・フェアファクス・ポッターと愛人関係にあった。ありがとうございます。